お待たせいたしました。まもなくケーブルカー出発いたします。ご注意ください。なお、ケーブルカー運転中、安全上のため、やむを得ず急停車する場合がございます。十分ご注意ください。皆様、大変お待たせしました。この立山ケーブルカーは、標高475メートルの立山駅から、標高977メートルの自動前であるため、標高下およそ500メートル、距離にしまして1300メートルの区間を7分間で登ってまいります。また、着車は、ロータ42ミリのワイヤーケーブルで、クライアント号と充電式に結ばれ、終点の水戸台駅にある大きな脇山駅間で完全自動運転しております。乗車定員は乗員乗客合わせて120名、1時間あたり720名のお客様を運ぶことができます。
ケーブルカーの平均勾配は24秒です。現在、糸谷駅直前の勾配が決まっておく29秒です。あとしばらくで糸谷駅に到着いたします。駅前からは公民バスが出ております。立山黒部アルペンルートの終点ブロドウはおよそ2時間のご乗車でございます。春は十数メートルもある雪の温泉、夏は高山植物、秋は紅葉と、立山は一つ一つのさまざまな顔を見せてくれます。ブロドウから足を伸ばせばエメラルドグリーンに輝く黒部湖の雄大な景観を楽しむこともできます。皆様にお願いがございます。立山一帯は中部山岳国立公園特別地域及び特別保護地、国有林地、またサービス標準保護及び特別保護地に指定されています。この立山の大自然を守り続けるため、草木を折ったり採集したり、鳥や動物に被害を加えないでください。たとえ写真撮影される際にも遊歩道以外のところに入ってはいけない規則になっています。またタバコの吸い殻、タバコ、暑さ、残り物などゴミ持ち帰り運動を行っていますので、皆様ご協力をお願いいたします。水戸大学に到着しました。ご乗車ありがとうございます。ご乗車ありがとうございました。終点水戸平駅に到着です。停車の際ケーブルカー多少揺れますのでご注意ください。お出口扉進行方向左側ドア開きます。オーディオの際足元にお気をつけください。まもなくドア開きます。ご注意ください。